こんにちは、まっちゃん68です。ここは名古屋市中川区と中村区の境目です。今から JR 東海の名古屋車両区を覗きに行きたいと思います。どこから覗くかというと、小金湖線橋というかなり大きい鉄道を渡る橋の上からです。では、そこまで移動しましょう。中央分離帯なしの片側3車線、通称環状線、名古屋市の周りをぐるりと回っています。いきなり関西本線四日市方面に列車が走っていきました。広いな、何線あるのかな。右に見えるは名古屋高速です。左奥は名古屋駅のビル群です。ここに関西本線と青波線があります。どれか分かりません。JR の車両が見えます。これは近鉄名古屋線。この電車台使ってるのかな。名古屋方面の駅、湖線橋を反対側に降りてきました。近鉄線がすぐそばです。近鉄電車が来ました。近鉄特急名古屋駅アーバンライナー。近鉄線越しに JR 貨物が通過。続いて関西本線名古屋駅が通過。
ドクター東海。ゆっくり移動。止まった。ここは近鉄小金井駅。奥の電車また動き出した。またまた近鉄急行名古屋駅。南波駅に続いて名古屋駅も通過しました。本当に火の鳥、かっこいい。JR 貨物レッドベア。近鉄準急四日市行き。関西本線亀山方面行き。JR 貨物レッドベアに引かれて JR 関西本線名古屋駅。これは買いそうだよな。近鉄特急賢島行き。近鉄特急名古屋駅。
近鉄普通富吉行き。近鉄準急名古屋駅。奥に JR 貨物。関西本線亀山方面。青波線金城埠頭行き。また跨線橋に上がってきました。
古屋駅。続いて関西本線名古屋駅。青波線名古屋駅。JR の車両区撮影なので近鉄線の方が多かったようです。まだまだうまく撮れてないな。これからも勉強しますので、今後ともお付き合いください。最後までご視聴ありがとうございました。